ジョゼフィーヌ・ド・ボアルネ、ジョゼフィーヌ・ド・ボアルネ、1763年6月23日から1814年5月29日は、フランス皇后、ナポレオン・ボナパルトの最初の妻、貴族出身、ホラント王妃、オルタンスの母、ナポレオン三世と、スウェーデン王妃、ジョゼフィーヌの祖母、スウェーデン王カール十五世、オスカル二世のひいばば、 スウェーデン王グスタフ五世デンマーク王ロブーサの、高祖母。フランス領にシンド諸島マルティニーク島の生まれ。祖父の代から母国を離れたクレオールの出身。結婚前の正式名は、マリー・ジョゼフ・ローズ・タシェドラ・パジュリ、マリー・ジョシフィ・ローズ・タスカーデ・デール・エ・パゲリエだった。貴族の娘でエキゾチックな美貌の持ち主だったが、大変な浪費家でもあった。聖果は、貴族といっても、 名ばかりであり困窮していた。1779年に、アレクサンドル・ド・ボアルネ・シシャクと結婚、カズオ・ウジェーヌ、カズメ・オルタンスを成したが、当初から夫婦仲が悪く、1783年に離婚した。後に、ボアルネ・シャクは、フランス革命中の1794年7月23日に、ギロチンで処刑されてしまう。離婚後、マルキニーク島の実家に戻っていた。 ジョゼフィーヌも島での暴動の多発に不安を感じてフランスに戻ったが夫や友人の除名弾丸が罪に問われてカルム監獄に投獄されてしまう。獄中ではルイラザールを主将軍と恋人同士となったと伝わ。しかしロベスピエールが処刑されたことにより8月3日に釈放された。その後生活のために総裁政府のポールバラスの愛人となり、 親友のテレーズ・カワリュス、ジュリエット・レカミエと並ぶ、社交界の花形となって、陽気な未亡人と呼ばれた。この頃、年下のナポレオンの求婚を受け1796年に結婚。バラスが彼女に飽きて、ナポレオンに押し付けたとも言う。この結婚について、ウジェーヌは反対、オルタンスは賛成だったと伝えられている。しかし、 彼女はナポレオンを武骨で、つまらない男と見ており、次々と愛人を作り、浮気を繰り返した。そうしたこともあって、ナポレオンの母や兄弟姉妹たちとの折り合いは悪かった。イタリア遠征中に、ナポレオンが彼女にあてた熱烈な恋文は有名だが、受け取った彼女はろくに読むことも返事を書くこともなく、ボナパルとって変な人ねとその手紙を友人に見せて、笑いを去っていた。ナポレオンに、 戦場へ来るように何回も促されたが、ごまかしていこうとしない妻の素っ気ない態度にナポレオンは、幾度も絶望を抱く。それに気をもんだ、総裁政府の命令で、彼女はしぶしぶ、イタリアへ向かった。ナポレオンは、エジプト遠征中にジョゼフィーヌと美男の騎兵隊員、イッポリとシャルルとの浮気を知り、そのことを嘆く手紙をフランスに送ったが、 手紙を載せたフランス官がイギリスに拿捕され、手紙の内容が新聞に掲載されてしまう。大恥を書いたナポレオンは離婚を決意し、妻が戻る前に家から荷物を叩き出してしまった。しかし、彼女の連れ子のウジェーヌとオルタンスの涙ながらの単眼とジョゼフィーヌへの愛から離婚は思いとどまったのだが、この直後のブリメールのクーデターを成功に導くための 呂人対策に好人脈があったジョゼフィーヌも一役買っている。ジョゼフィーヌは、初めの離婚騒動あたりから徐々にナポレオンを真摯に愛するようになっていくが、反対にナポレオンのジョゼフィーヌに対する熱烈な愛情は、冷めていき、他の女性たちに関心を持つようになっていった。1804年12月、ナポレオンがフランス人の皇帝陛下として即位すると、ジョゼフィーヌにも、 フランス人の皇后陛下の称号が与えられた。その後ナポレオンは妹のカロリーヌから紹介されたエレオノールドニュエルや、ポーランドの愛人マリア・バレフスカとの間に男子が生まれたことなどもあり、1810年1月には着手が生まれないことを理由にジョゼフィーヌを離縁した。離婚式での彼女は娘のオルタンスが支えなければ歩けないほどショックを受けた様子だった。それ以後、 彼女はパリ郊外のマルメゾン城で余生を送ったが多額の年金を支給され死ぬまでナバール女王皇,皇后殿下という皇后の称号を保持することを許された。マルメゾン城のナポレオン居室は皇帝が去ったままの状態でジョゼフィーヌの手によって保たれ彼女はこの部屋のものを生物と称したという離婚後もナポレオンとは 良き話し相手であり、ナポレオンの誤歳マリアルイーザが嫉妬するほどだった。ナポレオンの退位後は気落ちしがちで、彼が百日天下で、パリに帰還するのを待たずに肺炎になって急死、マルメゾン市内のサンピエールイコールサンポール協会に埋葬された。最後の言葉は、ボナパルト、ローマ王、エルバ島、だった。そのナポレオンが、入る先のセントヘレナ島で死去した、際の最後の言葉は、 フランス、陸軍、陸軍総帥、ジョゼフィーヌ、だった。ジョゼフィーヌが、前部ボアルネ施策との間に儲けた娘オルタンスは、ナポレオンの弟ルイと結婚して、オランダ王妃となり、後に、皇帝ナポレオン三世となる、ルイ・ナポレオンら三人の男子を産んだ。1810年にオルタンスは、ルイ・ボナパルトと離婚し、三男のルイ・ナポレオンはオルタンスが引き取って育てた。 息子ウジェーヌはナポレオンの養子となり、イタリア副王にまで出世した。その後バイエルン王マクシミリアン一世の娘アウグステ、王女と結婚し、ナポレオン失脚後はバイエルン王国の貴族とな。その長女のジョゼフィーヌはスウェーデン王オスカル一世の王妃となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。